アンダンテス・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ作品22はフレデリック・ショパンの還元楽とピアノによる競争曲的作品。1831年に還元楽とピアノによるポロネーズ部が作曲されたが、後の1834年に前奏としてピアノ独奏によるアンダンテス・スピアナートの部分が作曲され、1836年に現在の形で ピアノ独奏版と共に出版された。現在では、自編のピアノ独奏版で演奏される機会の方が圧倒的に多い。ピアノの弟子であったフランスサラデスト男爵夫人に、検定されている。独奏ピアノ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トロンボーン、ティンパに、言語部前奏とポロネーズの二つの部分からなる。演奏時間は、約14分。 徒長長、8分の6秒子。96小節間にわたるピアノ独奏の前奏部分で、ポロネーズの前奏としては、規模が大きくなっている。スピアナートの名の通り、左手が奏でる流麗な分散和音による伴奏に、乗って右手の旋律線が装飾音に彩られて滑らかに流れ、その間に3秒子のマズルカ風な部分が挿入される。コーダのついた三部形式。 コルネットによる、とうとのファンファーレで助走が開始され、転長の後に変歩蝶々の主部が現れる。この助走部分は、曲中唯一還元学のみによってそうされる。ピアノ独走部分は、明るく華やかな内容で、特に右手の装飾音に、高度な技巧が要求される。その一方、還元楽部分は、ピアノ独走の合いの手程度に現れるに過ぎず、これも、ショパンの手によるものかは、 疑問が提示されている。ショパンのポロネーズ作品の特徴として見られる三連符の挿入は本作でも効果的に使用されている。ポロネーズ部分の84小節目2拍目の右手の音に関して番による違いが見られ、ミクリ番、パデレフスキ番などの番では BDB の和音に、エキエル番では GBG の和音になっている。自筆符では 前者のンの音で書かれているが、81から82、小説内で83から84小説と同様の音形があり、エキエルバンではそれらに合わせて変更している。ショパンの時代のピアノでは C から F の78件しかなく GBG の和音を弾こうとしても不可能だったため、本来弾かれたであろうという意図を組んで、エキエルバンではこの音を変更したと考えられている。映画。 戦場のピアニストのエンディングで使用されている。ありがとうございます。